ヒロさん。はい。眠そうだね。眠くないですよ。目覚めてる？目も覚めてますけど。じゃあ行こうか。何？この会話何？まあ、とりあえずしとこうかな、みたいな。何もわかんない。最初だし、とりあえずしとこうかな、みたいな。あ、そうなんだ。特に意味ない。はい、よろしくお願いします。シャケナダムです。シャケナダムです。今回は2回目、っていうかまあ、録画のデータ壊れちゃったので、2回目なので。え、そうなの？ね。そうだよ、忘れるなって。都合悪いこと全部忘れるじゃないですか。そのちゃん大変だったね。あ、そう、あなたのせいでね。え、僕のせいなの？あなたのせいよ。あなたの音声データが壊れたんだから。そうなの？そうだよ。それ初見です。難しい鮭のダムをさ、頑張ってたの俺ら。あ、そうなんですか。そう。ごめんなさい、それは。今朝のことよ、今朝のこと。今日のことだからね。記憶がなくてごめんなさい。もう、一週間前とかならわかるけど、一日経ってもないしな。一日経ってもないのに忘れるの。だって僕さ、あんまり記憶力ないんですよね。そうなの。うん。そんな大きい脳みそありそうなのね。は？何？僕にそうでしょ、僕の頭を。じゃあ脳みその話じゃん。頭も脳みそも一緒だし。頭も脳みそも一緒なんだよ。そうだよ。まあ、それは頭でかいから脳みそでかいのかなって思ってたよ、それは。脳みそでかいですよ。でかいの？頭いっちゃう。頭はちっちゃいけど脳みそでかい。頭ちっちゃいはないです。頭ちっちゃいですけど。嘘でも言えないよ。うのちゃんよりはちっちゃいよ。え、そうなの？そう。うのちゃんよりでかくない？だってうのちゃんいつも加工してるじゃないですか。これ何？フィルター使ってちっちゃくしてんの俺。そうだよ。僕はね、加工しないから。あ、無加工、無加工のイリオさんか。僕は無加工ですから。うのちゃんだけいつも加工してんですよ。でもなんかいるよね、時々写真あげて、これ無加工です。あ、いますね。いるよね、ヒロさん、それじゃん。え、で、僕だって加工されてないの。え、無加工です。無加工。そう、いるよ、よくインスタとかで。え、でも加工して無加工の人がそういう風に言うってことでしょ。あ、違うの。そう、すっぴん無加工ってインスタに載っけてる人とかいるじゃん。いますね。あれ、なん、あれでしょ。すっぴん無加工だけど綺麗な僕、私を見てみたいなんでしょ。あ、そういう意図でやってるのかわかんないけどさ。そういう意図でしょ、絶対。いや、俺はなんか私の素の顔はこれよ、私の正体はこれよって言ってる。いや、なわけないで、まだ。そうなの？そんな、そんな。じゃあ、すっぴん無加工。ひねくれ者の僕が言うんですから、そうです。ひねくれ者ね。ひねくれ者の僕ちゃんが言うんですから、絶対やってます。それは確かにひねくれてる。でも、あれやん。それでさ、はい。すっぴん無加工、あ、確かに普通の人だねってなったらさ、別に。自慢げ、乗せるだけ無駄じゃない？もったいないよね。お肌綺麗だねって言われたいの。あ、そういうこと？はい。そこまで見るの、人って。ひろゆさんそこまで見る？見てますよ。俺、あ、そうなんだ、で終わるけど。すっぴん無加工、そうなんだ。僕は、ちょっとあれです。あれを思って。危ない。あ、この人はこういうのを褒められたいんだなって思いながら見て終わります。コメントしない、コメントしないタイプか。コメントしたらな、ほら、なんか、え、そこまで見てくれるの、ひでおちゃん、ありがとうってなんで。いや、なんか本当にお肌が綺麗だったらなんか聞いちゃうかもしれないですけど。女の子みたいな。どんなことやってんですかみたいな。僕も頭ベリーキュートですけど、僕は何もしてないですよ。男の子でも思うかもね。この人肌綺麗だなって。そうだよ。ヒロさんの言うこと。だって最近はね、男も女も関係なんですよ。みんな美容に力を入れてるじゃないですか。確かに。なんかメイクしてる男いるよね。そうそうそう、男の人もメイクするし、ああ、おけけのけない人もいるし、ああ、おけけのけって。二重にしてる人もいるんじゃないですか。確かに、今、うん、そうだね。そう。俺もやってるよ、ヒロさん。何やってんの？何だと思う？お尻のでかくなる手術。なんででかくしなきゃ。ケツデカ整形術ってやつか。どっちかって言ったらちっちゃくしたよ。
違うよ。何？違う。何やってんのじゃ。おけけの毛。え、おけけの毛やってんの？俺おけけの毛やってるよ。え？全然。ひげだけ。ひげか。なんかひげは良くないってさよく言うじゃん。はい。だからとりあえずまあじゃあおけけの毛しようかな。なるほどね。じゃあ、そう。なんか毛は生えてない方がねいいんだって、その肌トラブルがないなくなるって言ってたよ。まあ刃物を使ってひげ剃るからね。そうそうそう、荒れちゃうんだって。カミソリ負けっていうの？ひげ剃り負け？なんて？カミソリ負け？そうそうそう、それになっちゃうから。ねえ、ひろさんチャージャー？違うよ。あ、違うか。はい。なんで？いや、なんか金のイクラがすごいところで死んだなと。うわ、マジ？うん。僕はねブラスターで。ブラスターか。はい。よいしょ、頼むわ。じゃあ頑張れ。あ、でも来てるね。ナイス。はい、ナイス。ほらナイス、ナイス。ヘビ、ヘビ。あー、待ってください。インクが。おっ、ほらめっちゃヘビ来てるな。オッケー、これでもオッケーです。エリア、エリアじゃないや、エリオ行ってよ。はい、ナイス。倒した、倒した。おい、ジェッパも倒しとくわ。ジェッパ倒したよ。ナイス。ジェッパじゃねえや、ごめん、あの片パね。ジェッパ俺ね。大丈夫？寝てる？え、起きてる起きてる起きてる。あ、よかったよかった。うん、ナイスナイス、簡単じゃん。いけんじゃん、味方強いやん。じゃ、僕が強いんですよ。ヒロさん上手かったね。でしょ？てか、みんな上手いわ。あ、やべ、スペシャル使ってる。バレちゃう、バレちゃう、バレちゃう、バレちゃう。みんなにバレちゃう。あぶらあぶら。今ちょっとバレかけてたよ。できる、なんか味方来てたよ。ですよね。うん、今だから潜った。潜っただから。隠れてす、やり過ごす。危なかった。あ、今見えてる、今見えてる、今見えてる。左の頭に。見えてない、やばいやばいやばい。左の頭にパウチ見えてる。ダメダメダメ、違う、気のせい。そうそうそう。パウチ見えてるよ。芋うまい。芋食ってんでしょ？芋うまい。なんか、ベーコンポテトパイでしょ？ベーコンポテトパイと芋を頼んだ。ポテト？うん。芋好きだね。僕芋好き。うわ、じゃがいもみたいな顔って言いたいんでしょ。言ってないよ。言ってないし、思ってもないよ。ひねくれすぎでしょ。本当にそうやって言うんですから。ひねくれすぎだよ。甘いものも好きなんでしょ。甘いもの好きです。うわ、シュークリームって言いたいんでしょ、僕のこと。最低なんですけども。まださ、まだ何も言ってないで甘いものしか言ってないのに。ひねくれすぎだろ。本当に最低だな、うるきゃんは。野菜も好き？野菜好きですよ。おー、野菜好きなのね。うん、そんだけ。もう絶対なんか違うでしょ。いやいやいや、野菜好きなんだねって聞いただけ。芋ばっか食ってないでさ、俺野菜もしっかり取った方がいいよと思って聞いただけなの。芋野菜ですよ。芋野菜なの？芋野菜です。え、じゃがいもって野菜なの？野菜じゃないの。 え、なんて言う、なんて言うんですか？じゃがいも？野菜じゃないの？わかんない、穀物だと思う。穀物？根菜ってこと？いや、ごめん、正直よくわかってないんだよ、ね。穀物、あんまりそういうの詳しくなくて。全部まとめて野菜だと思ってましたよ。あ、そういうことね。はい、野菜、ジャンル的に。なんか、フルーツって、フルーツのさ、仲間の野菜もあるよ、とか。例えば？ごめん、適当に言ったわ。わかんないわかんない、うるちゃんとの会話が今日わかんない。スイカとか野菜じゃないの？スイカ、スイカは野菜でしょ。でしょ？はい、ウリだから。はい、だから、そういう、ほら、フルーツ感あるじゃん、スイカって。はい、でも、野菜なんですよ。そうですよ。そう、それが痛かった。わかった？わからない。まあ、俺らわかんないなら、多分子供たち何もわかんないだろうから。もう野菜はもうピーマンと人参とトマトです。はいはい、僕はトマトは好きです。トマトは好き。ピーマンは？ピーマンは最近克服しました。あ、そう、偉いじゃん。偉い偉い。ピーマンの肉詰め食べられるようになった。あ、いいね、うまいよね、あれ。うん、ほぼほぼ肉の味だから。あ、じゃあ僕がさ、嫌いな野菜さ、うなちゃん言うからさ、うん、どれか当ててよ。いいよ。おっぱい？間違った。なんでた？なんでた？じゃあ行くよ。あ、はいはい。あーぶらーい！
あ、危ないって言ってた。1、早く言って。あ、ごめんなさい。1、玉ねぎ。2、ナス。3、キャベツ。玉ねぎ、ナス、キャベツ。キャベツ嫌いな人なんて聞いたことないから、はい、キャベツは違うでしょ。なんでそれ消去法でいこうとするんですか。でもさ、ナスって結構好き嫌い分かれるんだよね、はいはい、玉ねぎもか、はい、玉ねぎとナスって結構分かれるんだよ。はいはいはい。そこむずいね。ごめん、ガタパッとやられた。ごめん、やられた。ちなみにキャベツは食べられます。うん、だろう。はい。で、どっちかが嫌いで、どっちかがそのものによるっていう。はいはいはい。話なんです。はいはい。まあナス嫌いな人の方が多いイメージだからな、ナスかな。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。また死んだ。正解は。正解は CM の後。なんでやる。ちょっと言って。CM ないし、しかも俺の広告ぐらいしかないし。正解はナスでした。イエーイ。だろうね。よくわかったね。まあナス好きな人って結構少ないし、俺も子供の頃ナス好きじゃなかったんだよ。はい、あ、今食べられるの。今好きだよ。もう好きになった。へえー、すごい。うん、なんかね、あのピザについてるナス、うん、ポイって捨てたらお父さんにめちゃくちゃ怒られて、はあ、お前とはピザ食わん、ピザ頼まないって言われて、はあ、その後俺の家庭でもうピザなくなった。かわいそう。悲しくて悲しくて嫌な思い出ある、はいはいはい、俺が悪いんだけどね。確実に俺が悪いんだけど。そうですよ、捨てなきゃよかったんです、ね、隠せんだよ。でもなんか俺ナス今食べれるし好きなんだね。なんで？なんでだろう。きっかけがあったの？ナスのおひたしうまくないだろ。うまくない。いや、ナス嫌いな人にうまくないってダメですか。そっか、はい、まあこれから食べてみて。うまいから、はい、あ、よけた。すげえ、今のよけ方すごい。僕はナスはほんとちっちゃい頃から何しても嫌いなんです。まあちょっとなんか食感が苦手な人多そう。なんか見た目も気持ち悪い。色が見た目は確かになんか紫で。そうなんだ。美味しそうではないよね。はい。玉ねぎ嫌いな人もたまにいるじゃん。僕玉ねぎはその物によるんです。あの生は食べられなくて。はいはいはい。辛いじゃないですか。あ、そう、生は確かに俺も辛いなとは思う。そう、それだから。オニオンリングとか。オニオンリングも物によるから。そうかそうか。甘いもの、うん、とりあえずあのうまく散らしてる。ナイスナイス。みんな下がってきた。みんな下がってきた。2人とも死んじゃった。おーい、助けてくれ。おーい、助けてくれ。おい、逃げろ逃げろ、みんな逃げろ。あー、ごめん、連れてきちゃった。なんかあー、危ない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 。ナイスだって。かわいい。ヒレさん絡まれてる。もしかしてスペシャル使ってない。あ、え。やっぱり。あ映ってる映ってる。まだ映ってる。スペシャル使ってないところ。高い。だから絡まれてたんだ。